リモートでね、こう授業がなされてもいないよっていう人もね、結構出ちゃったと。プライバシーの関係上、双方向の授業みたいなのはしないでほしい。90分分のものになるかって言われた時に、なんでまあ自分もまあ YouTuber ですから、ね、YouTube でやるのが楽かなと思って。感想のコピペで退学するのって出るツアーで。はい、始まりました、まちちチャンネルです。今回はですね、そうです、リモート授業ですね。皆さんどうでしたというか、まあね、夏休みまでどうだったっていう感じ。そしてまあこれからね、リモートが終わった人もいれば、まだまだリモートですっていう人もいると思うんで、その人たちにね、ちょっとどうだったか、そしてこれからどんな感じになっていくのかっていうのをちょっと聞きたいかなと思います。まあね、コメント欄でね、結構あったんですよ。もう早稲田がずっとリモートだから、来年度もリモートになるっていうね、可能性が高いから、だから慶応にしますとかね、そういうコメントが来てたんで、だから動画上がります。早稲田生にインタビューしてきましたから、そちらの動画がまあ今週上げられると思うので、そちらぜひ見てもらえればいいんですけど、そう、早稲田の実情を聞いてきましたから。さあ、皆様はどうでした、リモート、ね、ちょっと教えてください。自分自身はまあ影響をいろいろ受けて、河合塾の方ではリモートがだいぶ長く続いてね、で最後の方だけ4つぐらいは授業を再開したんですけど、それまではね、映像で見るっていう形になったんですけど、まあ浪人生たちも言ってましたよね。せっかく浪人したって変か、ね、まあまあせっかく浪人を選んで予備校に通うっていうのを選んだのに、結局リモートになっちゃってっていうのはね、あった声だったんですけど、結構やっぱり予備校行く人っていうのは拘束されないとできないみたいな人も多いんで、そのリモートでね、こう授業が流されても見ないよっていう人もね、結構出ちゃったっていうのが現状だと思いますね。で、そんな中大学なんかもそうですよね、ずっとリモートでって言って、まあ良かったってね、悪かったっていろいろあると思うんで、その辺のことをね、ぜひね、聞かせていただければいいんじゃないかなと思うんですが、自分自身はまずどうだったのかっていうのをちょっと話しますね。その予備校の方はなかったんで全然いいんですけど、大学の方の授業はリモートになりました、全部。結局ね、最初4月開校を見送ります。で、5月また見送ります、見送ります、見送ります。で、結局1学期全部リモートってことになりました。で、このまま2学期後期っていうのもリモートで行くっていうことが決定しました。自分は最初どんな感じでやったかっていうと、ああ、まあリモートになるんだって思ったんですけど、やっぱね、このね、リモートのシステムがね、もう学校によってバラバラなんですね。知らなかったんですよ。だからもう最初自分自身はズーム授業かって思ってね、さあズーム授業やろうって思ってたら、ズーム授業とかなかったんですよ。最初結構これいろんなところであったんですけど、プライバシーの関係上、双方向の授業みたいなのはしないでほしいっていう形になったんですよ。どうですか、皆様のところもあったんじゃないですかね、そういうのね。まだ予備校も大きいところはそれがあったよね、できないよっていう風になったけど、小さいところだったら割と柔軟にね、すぐにズーム授業っていうのを導入できたっていうところはあったと思うんですよ。で、自分自身はやらないでくださいと、映像授業、ズーム授業みたいなのはやらないでくださいって言われたんで、じゃあどうするのかなって言ったら、課題ですね。やっぱこれ結構嫌だったっていうね、人いっぱいいると思うんですけど、そう、課題が大量にやってくると、その単位のためにね。じゃあ私たち講師はどうしなきゃいけなかったのかっていうと、システムがあったんですね。そのシステム使ってで、テストとか作るんですよ。いろんなね、システムがあるんですよ。その課題提出システムとか、テストを提出させるシステムっていうのが結構いろんなところが出してますね。その早稲田のも聞いたけど、いろんなシステムがあるんだなって思って、自分のとこのやつ使ってテストまあ作ってみたんですよ。で、自分自身はアメリカに留学してた時にあったんで、そのネット上でやってたから、その日本では全然やったことなかったけど、アメリカだともう課題をね、ネット上でやって出すとか、小テストをネット上でやるってね、言語学のテスト、まあ地獄だったな。あったんで、そういうのイメージがあるんで、テスト作るのは簡単だったんですよ。トイックテストっていうのは何問あり、パート1が何問とかってバーってね、テスト作ったりはできたんだけど、ただこれで90分分のものになるかって言われた時に、うーんってなったわけですよ。こんなのネットで調べちゃえば一瞬で答え出ちゃうから、あっという間に終わってしまうなって思ったわけですね。それを十何回もやってもどうなんだと、テストばっかり
かり課題ばっかりで、そんな語学系のねものだからできるようになんかならないというか、できるようになったかを判断できんぞって思って、困ったんだ。やっぱこっち側が教えなきゃ無理じゃんって思って、結局休校を選んでるんですよ。結構ね実習してる人も多かったんですけど、まあしょうがないと。その時はもう後期は授業やるっていう予定だったからね、生授業復活するっていう予定だったから、ああじゃあまあ後期にやりましょうっていう話になって、自分が教えられる時間にね教室が空いてるかとかっていうのを調べてもらって、じゃあそうしましょうって言ったんだけど、結局、ね、行われない。まあそうなんだよ、まあ、行われたところで、ね、一限に行かなきゃいけなくなるから辛かったんで、一限二限になるなっていうので嫌だったなと思ったんですけど、後期からは課題だけじゃなくてきちんと映像で授業しても OK だってことになったんです。前期の場合はダメです、そういうのやんないでくださいって言ったのが、一応 YouTube でやるか Zoom でやるかっていうのが選べるみたいなんですよ。なんでまあ自分もまあ YouTuber ですから、で YouTube でやるのが楽かなと思ってます。まあ Zoom でやってもいいんですけど、 Zoom でやる場合、これねその早稲田の生徒たちも言ってたんですけど、そう Zoom でやる場合はそうリアルタイムになるから一限で起きなきゃいけないわけじゃないですか。でもその YouTube とかでやる授業だったら別にその時間にいなくてもいいと。まあそうですよね、いる必要はないですよね。だから早朝に起きなくてもいい。それは学生も先生も両方同じなんですよ。同じことが言えるので、一限の授業を朝に見なくても別にいいっていうので、それで逆に遅刻とかね出席が増えて単位が取れるようになったとかっていう人も実際いるわけですね、リモートになったおかげでね。ということで自分は YouTube でやるんですが、あただただ呼びのね30分ですらめちゃめちゃ時間かかるのに、90分でね編集入れてやるっていうのは大変だと思うんですけど、でもね自分の性格上編集しちゃうんだろうなって思ってるまあ問題解く時間とかのタイマーを入れて編集するかな。編集が入った方が圧倒的に分かりやすいって知ってるからさ、それやっちゃうような気もするんですけど、そういった形でねまあやるかな。安越先生とかね自分の自宅にスタジオみたいなの作ってね、すげえ面白くやってるよね大学の授業自分もねちょっとそれはね思った。そんな感じで、でもスタジオまで作るのはちょっと今もったいないな。まあ多分自分のねホワイトボードでやると思うんですよね授業ね。でもどうなんだろうね、なんか2倍速にしてみれば90分の授業が45分で済むとかね、そういうのもあったりするんだよね。それどうなのとかちょっと思うけどまあそうやってねやる人もいるかもしれないけどね。あとは一回授業を取っちゃえばさ、映像だったらさ来年も同じの流せちゃうなって思ったけどね。まあね映像のね便利さといえば便利さなんですけどね、ちょっとねやり方も考えなきゃいけないなと思ってて、やっぱさ90分映像で集中してもらうってねなかなか大変だと思うので、どうせねこれ視聴維持率とか私は見れるからさ、 YouTube のやり方知ってるからどうなっていくんでしょうね、みんなの視聴維持率ちゃんと高いままできるのか、それともどうしてもねこう下がっていってしまうのかそこが気になるところですが、こっちデータで見れますからね、ちゃんと全部見てるかどうかっていうのね判断できますからね。感想とかね提出してもらうんだよね、それも大変だな感想見んの言ってたからね、その早稲田の人たち言ってたからさ、感想のコピペがね絶対ダメだみたいなね、感想のコピペで退学するぞって出るツーだからね、すごいよね感想のコピペで退学って。はい、という感じで皆様のリモートはどんな感じだったでしょうか。私はそのリモートをいよいよ体験するようになります。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.